はい、じゃあ本日はチャレンジの専門家であり、コーチングのプロとして活動しているマカラマリナさんにお話し伺いたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、もうマカラさんが今持たれている夢やビジョンを教えていただけますか？はい、ありがとうございます。私のビジョンなんですけれども、自分の個性を楽しみ、チャレンジする人を応援し合う社会づくりっていうのをすることを、ビジョンにしています。そうなんですね。じゃあその夢やビジョンですね、なんかすごい素敵だなと思ってるんですけど、それをやっていくことで、なんかこう自分のこう周りとか、こう人間関係とかでもいいんですけど、もっと大きいこと言ったらね、社会とかがこう変わっていくっていうのは、そういったイメージはあそうらでれるんすですね。か？これを思ったきっかけっていうのが実は過去の自分にあるんですけれども、過去の私すごく人目とか社会の周りの評価、世間体みたいなのをすごく気にしていて、それによって生きるのが結構苦しくなった経験があるんですね。でも、コーチングっていうのに出会って、自分とのこう心の対話っていうのをすることで、その人目とか周りの評価を気にする人生じゃなくて、自分の心っていうのは自分にしかないものなので、自分の心を大事にするっていうことで、人生がすごく大きくいい方向に変わってったんです。なので、その経験をもとに今こうプロのコーチっていうのと、あと大学講師もやってるんですけど、それを通じて、1000名以上の方々に自分らしい人生の作り方っていうのを、お伝えしていて、なので、こう自分の個性を楽しんでチャレンジする人を応援し合う社会ができるような、そういったことでこう社会貢献していきたいなっていうふうに思って、このビジョンを作りました。なるほど。本当にね、でも確かに日本人は特にこう人の目とかをこう気にしやすいなっていうところがあっていくと思うんですけど、もしそういう人たちがね、こう本当に個性がこう花開いていく人たちになったら、こう社会もこうこんな風に変わっていくっていう、そういったイメージってありますか？そうですね。やっぱり、今日本の社会の、特に私大学で講師もやってるんですけど、高校生がどんな気持ちで今高校生をやってるのかっていうのを、こう文献とかを調べた時に、アメリカとか中国とか韓国との4国比較っていうのが出てるんですけど、やっぱ自分のことを、自分に価値があるって思っているっていう学生がもう4国の中で一番低かったんですよ。そうなんですね。それってなんかすごい、そのデータを見た時にすごい悲しい気持ちになって、それって自分に価値があるって思えないまま大人になる人が増えるって、すごい未来が寂しいと思うんですね。なんかもっと他の国は自分のやりたいことができるとか、未来に期待が持てるとかっていうふうに、結構ポジティブな答えをしてるのに対して、日本の子ども学生って本当になんか、チャレンジしたいとか、自分らしさを生かしたいというよりも、のんびり暮らしたいとか、なんかあまり目立ちたくないとか、なんかやっぱそういう、ね、幸福度っていうところもすごく影響しているので、やっぱり、そういう大人もそうですし、子どもも幸福度を高く生きるっていうことで、社会自体がもっとポジティブに、みんなに優しくなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なるほど。確かになんかこう自分のね、自己価値が低いってよく聞きますけど、でも本当にお互いがね、可能性でこう見ていけるようになっていったら、本当にお互いに優しくなれたりとか、そうですね。やっぱりなんか何かにチャレンジして失敗した経験がある人って、同じようにチャレンジしようとする人に対してすごく優しいんですよ。なぜならば、チャレンジすること自体がすごく不安とか、プレッシャーとかを感じるけれども、それを乗り越えてやるっていう大変さを知ってるから、そのチャレンジに優しくなれたりとか、なんかそんなことやって無駄だよとか、なんか絶対言わないと思うんですね。やってみなよって、いい経験になるからさって、応援できると思うんですけど、それができないと応援もできなくて、なんか足の引っ張り合いみたいになっちゃうので、もったいないなってすごく思うんです。せっかく人の可能性って無限大なのに。いやー、本当そうですね。無限大のね、可能性をね、お互い応援し合う、そんな社会に
なっていったらね、うん、もう本当にワクワクの毎日が過ごしていけるだろうなっていうのはすごく聞いてて、ね、はい、思いました、はい、そう思います、はい、うん、その夢やビジョンをこう具現化するための目標計画、うん、もしまあ今年はここまでやりたいとか、うん、まあ、3年後はこうなっておきたいっていった、うん、そういった目標計画があれば教えていただけますか。そうですね、今この質問をいただいて具体的な数字って私そんなに作ってなかったなってちょっと反省したんですけど、はい、まず目標としては、はい、やっぱり自分の心を大切にして人生を楽しむ女性を増やすっていうことが、はい、まあ、目標ですね、はい、でその計画としては、まあ、2023年までに、はい、あの、まあ、今大学で教えてるメソッドなんかを、はい、私だけじゃなくていろんな人に、うん、あの伝えて使いこなせる仲間っていうのを増やして、はい、あの広げていくことっていうのをやっていきたいなっていうふうに思いました、うん、なるほど、うんうんうん、なんかどれぐらい広げたいとかあるんですか、イメージが。あ、できればちょっとグローバルにもなんか展開していきたいと思っていて、うんうんうん、日本だけじゃなくて、うん、海外の方でもその自分らしさってなんだとか、うん、まあ、自己啓発市場がね非常に伸びているっていう背景もあるんですけれども。あ、そうなんですね。そうなんですよね、うん、はい、なので、うん、よりあのなんか自分っていうものを生かした仕事で、うん、豊かになりたいとか、まあ、今副業とかも流行ってると思うんですけど、はい、あれってなんかこう自分の才能とか個性を生かして好きなことで稼ぎたいとかっていう、うん、欲求の表れだと思うんですね、はい、まあ、なので本当にそういった自分らしさっていうのを見つけられる仲間をたくさん増やしていきたいなって思いますね。なるほど。いやでもそうやってねいろいろ仲間を増やしてこう輪をね、うん、こう広げていくっていうイメージがあるかと思うんですけど、うんうん、なんかこうそれはやっぱここ数年でやっていけたらなっていうのイメージですか。うん、やりたいですね、うん、やっぱ一人だとこれまでも1000名以上コーチングっていう形で一対一で関わってきたりとか、学校とか、はい、あと企業様に講演として呼んでいただくっていう活動もしてきたんですけど、うん、全国に講演に行ったりとかって、うん、いやすごいですね。でも1000名ありがとうございます、うん、はい、うん、もうでもやっぱそこだと私の限界もありますので、うん、はい、うんうん、これからはもっとやっぱ仲間を増やして、うん、本当にいいんだぞっていうことを自信を持って伝えていく必要あるのかなっていうふうに感じてます。なんか素晴らしいですね。一人でね、一人だけがこう頑張るっていう世界じゃなくって、こう本当に仲間と共に、うん、こう本当にチームプレーをこう楽しみながらこうやっていきたいんだなっていう思いがすごい伝わってきました。そうですね。はい。はい、仲間とね、一緒にやっぱ仲間がいるとやっぱ違いますからね、一人でやる楽しさもありますけど、うん、仲間と一緒にやる喜びとか、うん、はい、楽しみもすごいあると思います。いや、本当そうですね。うん、はい。改めてなんですけど、ちょっとかぶるところあるかもしれませんが、うんうん、今されている活動と活動指針っていうのを伺ってるんですね、はい、活動は今されて基本活動を伺っていて、まあ、先ほどコーチングって言われたんですけど、まあ、もし他にもあればそういったご紹介と、あとその活動される中で大事にされていることですね、そちら教えていただけますか。なるほど、そうですね、まあ、活動指針というか、はい、まあ、大人と子どもっていうところで分けると分かりやすいかなと思うんですけど、はい、まあ、大人に対してはこうコーチングって私の仕事をですね、うん、通じてその自分らしさを生かして目標達成するっていうサポートを、はい、させていただいてます、はい、で一方でまあ子どもっていうところに対してはそういった大学の授業ですとか、あとボランティアで NPO、うん、教育系の NPO で出張授業っていうのを参加してまして、はい、高校生とかに向けて、はい、その自分のキャリア、いわゆるその仕事としてのキャリアじゃなくて人生としてのキャリアですね、うん、をこう見つめ直すための、はい、なんか自分の才能とか個性とかを知るっていう出張授業に出て、うん、社会に出て生かすためのお手伝いっていうのをこう、うん、しています、はい、はい、あ、なるほど、そういったこともされてるんですね、うん、そうですね、はい、うんうん、そうですね、最近そういった大人、やっぱり大人だけじゃなくて子どもも、はい、必要だなということを感じたのでやっていますね、うん、はい、じゃあそうやっていろんなね、はい、大人にも子どもにもっていうところでいろんなサポートされてるかと思うんですが、うん、その中でこう大事にされてることといったらどういったことを大事にされてるんでしょうか。大事にしてることは、うん、やっぱり一番私が大事にしてるのは自分自身がいつも元気で笑顔で、うん、
家族とか友人とかを大事にして感謝することっていうのをすごいやっぱ大事にしていて、はい、ああなるほど、うん、なんかこうやって私が活動とか仕事ができているのは、うんうん、はい、私がどうこうっていうよりはやっぱり周りの支えだったりとか家族の支えだったりとか、うん、はい、応援してくれる人があってこそ、なんかこうお仕事をくださる方とかがいてこそ、はい、なんかこういう活動ってできてるなっていうふうに思うので、はい、やっぱそういった方々に常にありがとうって思いながら、はい、なんですかね、いいお仕事をお返しできるように自分自身が何よりもいつでもこう元気でこういうことやってほしいんだけどってやった時に、うん、ああ今忙しくて全然できないとかっていう自分でいたくないなっていうのがあるので、うん、いつでもなんか、はい、やりますって言って笑顔でできるように、うん、自分自身の結構コンディションを大事にするっていうのを意外とやってます、大事にしてます。いやでも大事ですね、自分がね、うん、心忙しかったら相手からね、うん、なんか依頼されてもねこうできないとかなってしまうので、うん、そうですね、うんうん、もうコンディション整えるって結構皆さんそういうのされたいって思うんですけど、うん、こうどんなことされてるんですか？そうですね、まあ本当に何ですかね、私子供が小さいので、はい、3歳の子供がいるんですけど、はい、一つはまあ家族の時間をしっかり必ずなんか1週間に1回とかは取って、うんうんうん、ゆっくり思いっきり私も遊ぶとか、うんうんうん、まあ、あとは、はい、結構大事にしているのは、うん、1人の時間を取るっていうことをしていて、うん、なるほど、なんか今ってやっぱいろんな情報 SNS もすごくたくさんね、クラブハウスとかも最近出てきて、あ、そうですね、うんうん、いろんなところね常に情報が入ってくる状態なんですけど、一回それをこう遮断して、うんうんうん、今自分の中で何が起きてるかっていうのをこう、うん、セルフコーチングする時間を、うん、まあ、瞑想とかマインドフルネスとかも含めて、うんうん、取るっていうのをやることで、うん、まあ、なんかいらない情報をこう断捨離して、うん、いつもこうクリアな自分でいるっていう、うん、その情報のコンディショニング、あ、なるほど、うん、結構大事にしてますね、うん、うん、いやでも大事ですね、情報社会だからこそね、本当いっぱい情報あるし、うん、正しいかね、うん、間違ってるのかもよく分かんない情報もいっぱいあるので、そうなんですよ、うん、こんなに情報があるのって人類が生まれて初めてだと思うんですよね、はい、一人の人にこんなに情報が浴びせられてる環境って、うん、はい、うんうん、体の、ね、疲れとかは、まあ、寝ることで取れるんですけど、じゃあ情報の疲れをどうやって取るかって言ったら、はい、やっぱりこう静寂なんですよね、うん、沈黙とか静寂とか、うんうんうん、なのでそれをやると、うん、まあ、脳の中のデフォルトモードネットワークっていうのがあるんですけれども、はい、まあ、そこも活性化するっていう研究結果が出てたりして、すごくアイデアとかがひらめきやすくなるんですよね、うん、あ、なるほど、あ、でも大事ですね、これ今の、ね、時代に生きるからこそそういった心、そうですね、うんうん、はい、すごく大事だなっていうのを思いました。はい、じゃあ改めてなんですけど、うんうん、こう夢やビジョンを持つようになったきっかけ、そういったところを教えていただけますか？はい、この私の一番最初に言った自分の個性を楽しみチャレンジをする人を応援し合う社会づくりって、はい、まあ、どういったきっかけから来ているのかっていうと、うん、実は私の幼少期の経験から来ています、うん、はい、まあ、私両親はいるんですけれどもあんまり仲が良くなくて、はい、まあ、お母さんが一生懸命子育てをしてくれたけれども、うんうん、なんかよく子供を育てながら、はい、なんか私なんか自分らしく生きてないんだよねみたいなことを結構ボソッとつぶやいたりとか、うん、私ってなんかこうカゴの鳥なんだよねみたいなことを、はい、言ってたの、うん、まあ、子供ながらに聞いて、うん、なんかお母さんって幸せじゃないのかなっていうところがすごい子供心としてなんか心配だった経験があるんですね、うんうん、で子供の世界ってすごく狭くて、家族と学校の友達が結構もうそれで小学生とか全てだと思うんですけど、はい、うん、そうですね、うん、でそういう家庭って大きな世界の
中の一つの中で、やっぱお母さんですごく大好きな存在だったので、うん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 、子供としての私の願いって実は自分がなんかどうこうなりたいとかじゃなくて、うん、お母さんに幸せでいてほしいっていう、もうただそれだけだったんですよね、うん、あ、そうですね、小さい子特に言う、うん、はい、うん、そうで、お母さんが幸せになるなら、うん、私何だってやるよっていう気持ちで、なんかお家のお手伝いしたりとか、うん、弟の面倒見たりとか、うん、なんか勉強頑張ったりとか、なんかそういう気持ちでなんか日々を過ごしていて、うんうん、で大人になってそういうことはまあすっかり忘れてたんですけれども、はい、まあ、コーチングをしてきて、かなり多くの方がそうやってなんか自分らしく生きてないんだ、自分人目を気にして自信をなくしてるんだっていうとこ目の当たりにして、うんうん、なんかその記憶がフラッシュバックしたっていうか、はい、あ、私なんかみんなに幸せになってほしいって思うのは、お母さんに幸せになってほしいっていう気持ちとまるでこう重なって同じだっていうふうに気づいて、うん、コーチングをこうどん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 いろんな人にやっていくようになったんですね。で、そうやって、うん、やっていくことによってやっぱ人がどんどん変わって、うん、あ、なんか自分らしく生きていけて本当に幸せだみたいな姿を見れるようになった時に、うん、すっごいすごい幸せを感じたんですよ。なんか私は、うん、お母さんは幸せ、今ねどうか分かんないけど、うん、人を幸せにすることってできるんだみたいな、なんか、うんうんうん、そういう感動があって、あ、やっぱり私、うん、女の人とか特にお母さんたちに幸せになってほしいっていう気持ちが私の中にあるんだなっていうことに気づいたんです。それがまあきっかけですかね、うんうんうん、なるほど。でも、うん、なんかすごいですね。なんかそういった人の、まあ、お母様の、ね、関係性からってところはあると思うんですけど、うん、そういったやっぱこう女性の変化とか、まあ、人が、ね、こう変化していく姿を見て、うん、こう幸せだって感じれて、 でもそこからですね、なんかそれをやっぱり今もアクションし続けて、しかもそれでね、こう1000人とかっていうすごいこう、うん、コーチングされるって、かなりこうエネルギーとかこう行動力あるなって私はお伺いしてます。ありがとうございます、はい、その原動力ってって言ったらいいんですか、うん、なんか例えばですけど、ちょっとした、ね、変化見ただけで、あ、なんかすごい幸せを感じない人もいるかもしれないし、うん、それをね、またコーチングっていう手法でこうやり続けようって思わない人もいると思うんですよね、うんうん、なのでマガラさんが今もね、その活動やり続けられている、うん、その原動力といいますか背景は何があるのかなっていうのがやっぱちょっと気になってですね、もうちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど、なんでしょうね、なんかこう、うん、もう転職というかライフワークになっていて、はい、何なんでしょうね、うん、とにかく今まで会社員として働いてきたこともあるんですが、うん、はい、この仕事だけはやればやるほど、うん、もっとやりたいっていう気持ちとか、うんうんうん、なんかこの命を使うぞみたいな、うん、うまく表現できないんですけど、なんかそういう気持ちがどんどん溢れてくるんですよね、うん、やってて本当に楽しくって、うんうん、もちろん物理的に体力とかずっと続けると疲れるんですけど、うん、心がはどんどん元気になっていくというか、うん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 、なんかやらずにはいられないっていう、うん、なるほど。ちなみにこうどういう楽しさがあるんでしょうか、うん、やっぱり目の前の人が、うん、あ、自分は自分として生まれてきてよかったんだって、自分はかけがえのない存在なんだっていうのに、うん、気づいた時の表情とか、うんうん、なんかそれを気づいた後に現実が変わっていくっていう、うんうん、私は命のドラマって言ってるんですけど、うんうん、その人その人の本当の人生が始まっていくんですよ、うんうんうん、なんかそのあ、私って本当はすごく価値がある人間で、生きてるだけで価値があって、うん、自分らしさってもっと出してもいいんだっていうことを、うん、やった瞬間になんか急に例えば職場の環境が変わるとか、うん、移動してすごく行きたかったことに行けるとか、うん、まるで自分の状態と世界が連動しているかのようにどんどんなんか世界が変わっていくんですね、うん、生きている、それがもうすごく面白くて、あ、人間の可能性ってなんて素晴らしいんだろうみたいな、うん、そこにいつも感動して、
もうなんか守秘義務があるので内容は言えないのがすごく残念なんですけど、はいはい、うん、もうなんかあ、あの人間ってすごいみたいな、そういう命のドラマに感動するからですかね。あ、いやでも私も今聞いて感動しました、うん、めっちゃ命のドラマって、あ、それ素敵だなって思いましたね、うんうん、人一人ね、いろんな人生があって、うんで、その人の本当の可能性がある、うん、それを本当にこう花開かせていきたいんだなっていう、そのマガラさんの思いをすごく、そうですね、はい、なんか何より嬉しいのが、うん、なんか私がそれができるようじゃなくて、うん、その人自身にそういうパワーがあるんだよ、うん、自分でそれを花開かせられるんだよっていう、はい、私はそこのサポートなので、はい、なんか私がそうやってなんか、うん、無理やりこうお花の花びらをグイッと開けるとかじゃなくて、はい、なんか花開くよって言って、嘘でしょ、うん、パカみたいな、こう自分で開いていく姿、うんうんうん、はい、なんか自分にはそういった力があるんだっていうことに気づくことのサポートが楽しいっていう感じです、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、インタビューで伺いたいことは以上となるんですけども、うん、はい、話を伺ってマガラさんの本当に人間に対するこう愛情といいますか、うん、人間に対するその可能性っていうところにすごいワクワクして心ときめいてるんだなっていうのをすごく感じるインタビューでした、うん、ありがとうございます、はい、本日は貴重なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ終わります、ありがとうございます。